はい、こんにちは、ボンドショップ浦和酒井です。今日は、こちら、メルセデスベンツ S クラス S500 ですね。こちらのブレーキパッドの交換をちょっとご紹介したいと思います。結構走り込まれてます。ダストが結構ついてますが、はい、こちらに、低ダストのタイプのブレーキパッドをつけていきたいと思います。それでは作業の方早速行ってみましょう。今これでキャリパーがこうガバッと取れた状態ですね。でこの内側の方から、パッドを外していきます。で、ここに表からこうピンが2ついまして、そこに引っかかってるので、ちょっと背中の方で押してずらしてからこれを外すような感じになります。センサーを引っ掛けないように、よいしょ、取れました。はい、こんな感じです。じゃじゃん、シムに方向が書いてありますね。はい、でこちらつけるパッド、低ダストパッドの方になります。これで今パッドをつけたところです。これ逆の手順で組むだけですね。こうパッドを入れましてで、押し込んで背中側のあのこのピン2箇所に引っ掛けるような形で取り付けます。はい、つきました。センサーはちゃんと戻して完成です。では後ろに行ってみます。はい、リアはこんな感じです。ここモーターがいますね。モーターはあの電動パーキングのモーターです。これはあの、車内の方でブレーキパッドモードの方に入れてからの作業になります。で後ろはこの上と下片押しのキャリパーですね。はい、これ外して、上側のピストン部分をパカッと開くような形で交換します。じゃじゃん、はい、取れました。こんな感じです。あとはこれパカッと、はい、ちょっと複雑なクリップがついてますね。じゃあ交換します。綺麗にしまして、で面取りもしまして、はい、で、グリスを塗ってですね。そしてここにはめます。こうか、こうですね。はい、であとはこの戻していくんですが、はい、であとは締め込んで完成です。完成しました。こんな感じです。はい、できました。これで4輪完成です。ありがとうございます。せっかくなのでリムの内側も綺麗に、もちろん、ね、ありがとうございます。こんなにダストがついてるんですが、これで、はい、おさらばですね。すごいね。すごいですね。はい、でキャリパーも一応綺麗になってます。
最初はあれですね、まだ馴染んでないんで、制動力いまいちなんですけど、まあ、ちょっと走ってもらって、だいたい100キロぐらいですかね、距離でいうと、たときに多分本来の性能が発揮されると思います。あとはあれですね、低ダストパッド入れて、やっぱり効きが悪くなるんじゃないかとかっていうのは絶対あると思うんですけど、まあその最初の初期馴染みが終わった後、ちょっとまあ乗って、物足りないって感じることってまあそうそうないと思うんですよね。結構がっちり効くなっていうのは多分、まあ公道走行ならちょっとサーキットだったり、ちょっとスピードが出るワインディングだったりってなると、ちょっとやっぱり役不足なとこはどうしてもあるんですけど、このあたり、まあ街乗りだったら全然、そうですよね、低ダストパッドは入れた方がいいと思います。なんせ綺麗です、ホイール。まあ、はい、3分の2は低減されるかな。ああ、そうですね。いや、3分の2でもまあ、普通ノーマルやったらね、2週間毎日乗れば、もう真っ黒。まあ、そうですね。そうです、そうです。その感じです。月1でホイール絶対洗わないと、みたいな。月1かも2週間に1遍ぐらい洗わないと、綺麗なのは維持できないかな。ね、まあ、本当10キロ乗ってももう粉が出てる状態やから。そうですね。音もなく。音もなく。ブレーキなんかもしてないですね。相性が悪いとどうしてもキーなんて鳴ったりするブレーキもあるんですけど、いいですね。はい、というわけで完成しました。まあ全く見た目はノーマルなんですけども、さっきちょっとご覧いただいたようにホイールのダスト、これが今後大きく制限されるということを考えると、低ダストパッド入れるだけでこんだけメリットがあるんだっていうのをちょっと実感していただきたいです。はい、あとまあ単造ホイールだったり車外のホイール履いてる方もぜひ汚さないという、まあそういう方向で低ダストパッドぜひおすすめなのでつけてみてください。今この223につけたパッド、実はボンドで今オリジナル低ダストパッドっていうのを開発していまして、そちらをちょっと今回つけました。まあ国産メーカーさんで、まあ、多く実績のあるメーカーさんとコラボレーションを今しようと企画しておりますので、まあぜひそのあたりは追って、ご紹介したいと思います。それでは今回 W223S500 低ダストパッドの取り付けご紹介いたしました。このチャンネルまだ登録がお済みでない方はぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。以上、坂井でした。